エリオットコーアンはイギリス出身の俳優。ロンドンで生まれ、コルチェスターで育つ。1994年から1996年までナショナルユースミュージックシアターに所属。バーミンガム大学では演劇を専攻。ファーストクラスディグリーを取得して卒業した。その後、王立演劇学校に進み、2001年に卒業。南アフリカの学校で演劇を教えた経験もある。 テレビドラマにゲスト出演しつつ舞台を中心に活動していたが2004年オリバー・ストーン監督のアレキサンダーで映画デビューアンソニー・ホプキンス・エンズル・プトレ・マイオス一世の青年時代を演じた2005年ドン・カルロスでロドリー・ゴヤクを演じロンドンのウエスト・エンドデビューを果たす2007年にはマンチェスターの舞台でヘンリー・ゴセイの タイトルロールを演じ、マンチェスターイブニングニュースシアターアワーズの主演団優勝を受賞した。続いて、ITV のドラマ、ジェイン・オースティンに恋してに、ダーシー役で出演。ジェイン・オースティンの、傲慢と偏見の世界に、現代から主人公が迷い込む、同作品は批評家からも絶賛された。2009年、イギリスの女性団体ウィメンズ、 エイド制作のハンドメスティックバイオレンス啓蒙キャンペーンビデオカットに出演した。王立演劇学校在籍中にエージェントから背が高いから常に体を鍛えて体型を維持するよう気をつけた方がいいとアドバイスされ以来マラソン、ヨガをするようになり最近はトライアスロンにも挑戦している。ヘンリー5世の舞台に立つ前にはヘンリーの軍の足跡をたどってイギリスから フランスのアジャンクールまで5日間かけて自転車で旅をした。ありがとうございます。